1回目の動画、大好評で400回弱ぐらい、370ぐらいかな、再生されております。ありがとうございます。あともう一個嬉しいのが、あそこでちょっと軽くディスってしまった小園さんから、いたさせてくださいって連絡があの後あったんです。そうなんですね。だからね、素晴らしいですね。おかげだなと思って。小園さんも、しっかりこの YouTube をご覧になってということで、だと思います。ぜひ、これをきっかけに、指宿の県議選が、政策論争に、はい。政策で、選んでいただけるような選挙になると非常にいいなというところもありますんで。ありがとうございます。本日、私がちょっと日程をボケてしまってたもんですから、ちょっとだけダブルブッキングしてて、で、米倉さんと話すって言ったらですね、この重鎮のお二人が、俺も指宿に対して地熱発電とかいろいろ聞きたいことがあるっていうことで、一緒に同席をして3人で聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい。指宿の米倉と申します。よろしくお願いします。はい。御年90歳の山口さん。よろしく。よろ山しくお口勝願いしさます。んは、実は鹿児島県議を以前されてて、ずっとトップ当選、1万3000票ぐらい取るトップ当選の県議だったんです。はい。そして赤星さんと。よろしくお願いします。は米い。倉です。よろしくお願いします。はい。では、米倉さんの今週の1週間、教えてもらえると幸いです。そうですね。先日、YouTube 撮影させていただいてですね、おかげさまでご好評いただきまして、支援者の方を中心としてですね、同行していただいて、各地域、今、いろいろ回らせていただいたという状況でした。その中でですね、やはり YouTube 見たよというようなお声もかなりいただいてですね、逆に、こういう、YouTube 待ってましたというようなお声もありました。なので、私自身もいろいろですね、活動している中で、やはり矢内のつながりだけ、親戚関係のつながりだけではなくて、こうやって政策だったりとか、そういったことをしっかりと聞いて選択したいという市民の方も確実にいらっしゃるんだろうというですね、ある意味、自信につながるような一週間という活動というところでした。はい。私は簡単に説明をしますと、米倉さんは、東京でお生まれで、向こうで金融のお仕事されて、で、こちらに移住されて、昨年ですかね、市長選。昨年の指宿市長選に出られたと。指宿のポテンシャル。指宿はとっても素晴らしいものがあると。例えば地熱とか。っていうものを使って、今ご自身で地熱発電関係の会社もされてるんですよね。そうですね。地熱発電というとですね、また指宿、いろいろと言葉が一人歩きして、いろいろ誤解を招いてしまうところはあるんですけど、私は基本的に既存の源泉を活用した、バイナリー発電というものの、開発にちょっと携わっていてですね、ようやく源泉の候補はいくつか見つかったんですけども、今、九州電力さんと調整中と、接続に関して調整中というような状況です。はい。お二人はそれについて、ちょっとご意見があるというところなんですけど、ぜ発ひ聞電かせて関ください、ご意係。見を。今、九電が山側での地熱発電やってますよね。その温水を利用してハウス栽培やってますよね。やられてます。はい。これいいことだと思うんですよ。あそこはもう自然の無双地帯ですから。で、僕は昔から考えていたのはね、こちらの二月田というところ、ちょっと鹿児島に近いところね、あそこはもう田んぼはずっと昔はお湯が流れていたわけですよ。だからその地熱よりも温泉水、これを利用してね、いわゆるその熱帯植物、果物栽培を大々的にできないかといつも思ってるんだけども、今やっとそら豆とピーマン、あー、グリーンピースぐらいですけれども、果物ですよ。パパイヤとかバナナとかね、あれ大々的に栽培して、で、指宿に行ったらもう、どっか東南アジアに行くよりもあっちの方がずっと近くで美味しいというのを作ってもらいたいといつも思っていたんだけど、誰も言う人はいないですよね。ですね、実は私もかなりそれに近い考え方がありまして、指宿、やはり温泉資源がすごく豊富でですね、
各家庭に温泉が配当されているという、実例があります。で、それに加えてですね、今、山口さんおっしゃったみたいにですね、農家の人たちに対しても、その熱供給を、できるような事業をできないかなっていうところはずっと考えておりました。そうすることによって、やっぱハウスのですね、光熱費、相当抑えることができますし、時期をずらすなどですね、かなり指宿の優位性を確保した上での、農業というのが展開できるんじゃないかなと思ってですね、なんとかそういった、熱ですね、温泉を、農業に活用することによって、より豊かな、そして持続可能な、農業って可能なんじゃないかなと思って、じいさん、考えておりました。赤星さんは。そうね、僕は風力発電にちょうど1日の日に2人で、野間の方に出かけて行ったのね。昔あそこであるからということで、そういったらもう撤去してあったもんですから、吹上の奥とかいうところに洋上風力はですね、計画されてるもんですから、これはもう結局鹿児島のですね、大きな一つの負の遺産にね、なるんじゃないかなという思いがしまして、やっぱり日本というふうなのは、その地地味の文化というんでしょうか、小さな状態で交換が効くような、そういうような発電体制というふうなのを取っていかないと、すごく子々孫々にですね、迷惑をかけていくというですね、これはもう国民運動というのは県民運動にしてですね、そしてブレーキをかけないといけないという思いがあって、ちょっと見に行ったわけですよ。だからそこら辺のですね、やっぱり、一つのその一機いくらぐらいかかるのか、故障したらどうなるのかとかですね、いい面悪い面をですね、やっぱり公開してもらって、そしてその小さないろんな熱のやり方があるならば、そこもまた良さとか欠点をですね、結局我々にですね、やっぱり国民も知る必要があると思うんですよね。そしてそれは我々自身もやっぱり自覚していかないとですね、いけないと思ってますね。だからそこら辺でですね、具体的にまた、表示していただきたいなというふうな思いで、今日は今ちょっと急遽だと思うんですから、はい、おります。そうですね。今おっしゃられたようにですね、再生可能エネルギーも東日本大震災の後にですね、固定価格買取制度という制度が、定められて、それで爆発的に普及して、特に太陽光ですね、が、増えてるんですけど、まさしくですね、今おっしゃられたのと同じようにですね、買取終わった後の太陽光ってどうなるんだろうっていうですね、問題があります。それをしっかりやっぱ撤去するところまで含めてというところでですね、なんで近年であれば、撤去まで含めた、積み立てというところが太陽光には、求められてるんですけども、やはり風力含めてですね、作るとき、発電してるときだけではなくて、壊れたときだったりとか、撤去するとき、そこまで含めたですね、トータルライフプランニングというところで、物事を考えていかないとですね、なんか再生可能エネルギーだからすごく環境にいいと思っていても、じゃあ発電終わった後にそれが撤去されずに朽ち果てるまで、錆びついた、鉄の物体が置いてあるのって実際どうなのってなったときにですね、非常に大きな社会問題になると思っております。なので、私自身もですね、先ほどからですね、掘らない地熱バイナリーというところにお話しさせていただいているのはですね、例えば、指宿が今3万8000人ぐらいの規模なんですけども、そんなに大きな発電所ではなくてですね、小さな発電所を組み合わせることによってですね、いわゆるそのマイクログリッドと言われるも、小さな集落ごとのですね、電線網を構築することによって、電気を賄っていくこと十分可能なんではないかなと思っております。本当にそういうようなのがね、今から大事だと思うんですよね。おっしゃる通りだと思います。だからやっぱり昔は三方の利という言葉がありましたけれども、作る人、それからその使用する人、そしてそれを売る人ですよね。でこれが商いの道として基本的にあったんですけれども、これがもう偏ってますよね。でもう一つはですね、やはりその生命健康にいかに負荷をかけないか、
どのくらいのマイナスが出るのかということと、それから自然に対してのですね、一つの負荷、破壊をね、どれだけするのかしないのかというようなですね、5つのですね、やっぱり尺度でですね、見ていく、評価していくということがですね、我々にも大切だし、議員さんにも大切ではないかなというふうに思うわけですよね。そうですね、おっしゃる通りですね。でも、CO2 だったり、温室効果ガス出さないっていうのも大前提として、やはりそれ以外のところの自然の、景観環境だったりとか、まあ、人とのつながりだったりとか生活、まあ、そういったところも含めた広い尺度でのやっぱりあれですよね、持続可能なエネルギーというところは本当に重要な課題だと思ってますし、まあ、逆にですね、私が指宿に移住してきたのは、やはりこのエネルギー問題と食料問題、これはもう今グローバルで世界中で、問題となってくる、ことだと思うんですけども、この解決の糸口がですね、この指宿にはポテンシャルとしてあるんではないかと、考えております。やはり、自然のエネルギーもそうですけども、農業、食料ですね、においても、指宿においてですね、解決のモデルケースとなるような取り組みができるんではないかと思ってですね、まあ、そういったところの期待値も含めてですね、こう指宿の街、づくりやっていきたいなというところに至ったというところです。端的に、今回の県議選の、テーマとしては、仙台原発を20年使用延長するかどうかというのも一つの大きなトピックだと思うんですけど、米倉さんのご意見は？そうですね、将来的な廃炉に関してはもう全く、あれですね、廃炉に関してですね、異論はありません。ただしなんですけど、では今すぐ原発を止めた状況の中で、皆さん、電力どうするんですかというところは一回しっかり考えたいなと。実は私もですね、電力小売事業というものを行っているんですけども、まあ、皆さんなりにですね、ご家庭に、電気をお売りするときって、まあ単位が1キロワットアワーというんですけども、1キロワットアワーあたりですね、25円程度で販売させていただいてるんですね。それがですね、一時、仕入れが250円になりました。そうですね、売れば売るほど、225円の赤字が出るというような状況です。で、そういった、電力の卸売価格の高騰を受けて、まあ、最近マスコミとかでも報道されるようになってますけども、もう電気料金も上げざるを得ない状況になっているというところになっております。で、そのような、まあ、かつですね、原子力発電所が止まっている状況の中で、実は今、電化と言われて、オール電化だったりとか、自動車の電気自動車の普及だったりとか、まあ、あとは、皆様、こうやって YouTube とかこういったものもですね、サーバーの負担ですね、サーバーの消費電力、すごく増えている状況になっております。なので、ものすごく電気が足りない状況の中で、じゃあ、では、今すぐ、原子力延長をやめて、じゃあ今までの原子力以外で行きますかとなったときに、じゃそれだけのコスト負担もですね、県民の皆さんは本当に、負担する覚悟、があるのかというところですね。それこそ今の電気料金の倍、3倍ぐらいのですね、電気料金を負担するというような状況にも陥りかねないので、なので、まあ私としてはですね、先ほど言ったようにですね、持続可能な環境だったりで我々の生活に配慮した再生可能エネルギーのですね、普及の促進、それに合わせてしっかりとした計画、それに合わせて廃炉計画というものをですね、並行的に進めていかないとですね、いきなりあれだけ大きな電源を止めてしまうとですね、相当混乱があるというところがあると思いますので、まあ、そこはですね、将来的な廃炉に向けてどうやって我々が取り組んでいくというのか、そこに対して我々どこまで市民は、県民は負担できるのかというところを真剣に議論しながら、廃炉の時期というものを決定していくべきだと考えております。つまりは、原子力っていうのは、長い目線で見るとやめていきたいけれども、それをやめるまでのピンチヒッターとしては将来的なその再生可能エネルギーですとか、環境負荷の小さい、低い電源をによって、我々のこの、生活を維持していくべきだと思うんですけども、それにたどり着くまでにですね、今の、再生可能エネルギーの電源では圧倒的に電気が足りないんですね、うん、なので、そこをですね、しっかりと再生可能エネルギーを増やしていく計画を立てた上でですね、それが実行できるという段階まで来たときにですね、初めて、原子力て、発電所の停止と、廃炉というものが現実的になってくるんではないかなというところなので、ピンチヒッターではなくて、逆に言うと、原子力がピンチヒッターとして、そうですね、です。はい。失礼しました。原子力がピンチヒッターでいいわけですね。火力に戻してピンチヒッターをさせるというわけではなく、
はい、何かお二人ご意見とかありますか。もう素晴らしい方でしょ。そうそうそう、いやすごい、あのね、今あの鹿児島湾の入り口のところがアタカルデラの跡なんですよね。はい、でものすごい大きな、これはあの爆発20万年ぐらい前にしたっていうんですが、鹿児島あたりまであの火砕流が流れてきてるわけですから、まあ、ところにその海の方ですね、だって指宿に関するところは川尻漁協、漁港、それから山川漁協、岩本という漁協がありますね。ここはあの尖閣諸島まで漁に行ってるんですよ。だから今いうことでちょっと困難な状態なんですけれども、その辺の漁業振興というのは昔その浜坂太平次という方がいてね、幕末忍者に莫大なお金を島津藩に献金して、であの明治維新の原動力になった人なんですけど、やはりこの鹿児島の人って海洋民族なんですよ。でそれでその海洋資源の開発、まあ一つ僕はあの今思ってるのはね、昔あの鹿児島湾にね、あの白貝と貝がいっぱい取れたんですよ。ハマグリよりみたいなのがね、それがもうばったり石油基地ができた時以降なくなった。でなぜかとあそこを埋め立てるために砂を吸い上げてしまった。建築資材に沿岸の全部砂を吸い上げていなくなったと思うんですけども、どっかね種が残ってると思うんだけども、あの宮ヶ浜のあそこにさ内水面漁業の試験場ありますよね。あの辺をちょっと見てくださいよ。あの貝は私はどうしても復興してもらいたいと思ってますから、このそのね沿岸、それから沿用、それも、振興してもらいたい。その漁業振興についてはね、カツオの話はするけども、沿岸漁業の話をするとあんま聞きませんので、この際一つ目を向けていただきたいと思いますね。そうですね、こうあの地場に根付いている固有種をしっかりと次 の世代に引き継いでいくっていうのをですね、まあ、まさしくこう我々こう生きている人類の、まあ、使命なのかなと、まあ、まあ当然乱獲も含めあの周辺、地域の開発も含めてなんですけども、やっぱそういった固有種っていうのをしっかりとちゃんとこうあの守っていくっていうところはですね、これから あの開発においても絶対不可避なことなのかなと考えております。はい、はい、というような感じで、うん、いいですか。鹿児島にね新しい地を入れて、はい、新しい風を吹かしていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。決まりますんで応援、まあ、これあの今後とも、はい、ありがとうございます。ご指導よろしくお願いします。はい、こうやって毎週15分よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。はい、米倉義之さんでした。ありがとうございました。失礼します。失礼します。はい、よかったな。いい感じですよ。うん、いいことですよね。そう。本当に今おっしゃったように、うんうん、明治維新は鹿児島の浜崎太平次の財源によってやはりなったわけよね。この三つ坊駅をやったから表に出てこないんだけれども。うんうん、それをねやはりもう一回という意味では素晴らしい人だなと思います。うん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 、こういう感じで今一回インタビューした方々に、1週間15分っていう時間で、うん、ズームで、活動報告とかいうのをするという名目で、現職県議の人にはちゃんと1週間働いてるかと、働かないと話す内容ないぞと、恥かくといけないぞというプレッシャーも兼ねてやってますから。うまいよ、うまいよ。こんな感じで、こうやってまた、ね、立候補者とかに話をぶつけるというのもいいかもですね。素晴らしい。